吉野作造は、大正時代を中心に活躍した、日本の政治学者、思想家である。東京帝国大学で教団に立ち、大正でも暮らしの立役者となった。署名は、作造。1917年5月、作造に改名。号は、古川学人。弟は、商工官僚、政治家の吉野信治。1878年。 宮城県志田群大垣村96番地に、木綿織物の原料を扱う、糸綿章、吉野屋を営む父、年蔵、母、孔の長男として生まれた。当時の吉野屋には、祖母、両親、5歳と3歳になる二人の姉、そして父の姉夫婦が同居していた。作造は長男であったが、長子に後目を継がせぬという宮城県北部の家督相続の風習により、 家業を継がなかった。吉野家は1892年6月8日に、長子の婿養子、和平が相続している。1884年3月、6歳で、古川人城小学校に入った。初めて読んだ漢文の書物は、校長史略で、二人の姉から読み方を教わった。1886年7月、高等小学校一年生の時、 古川講習会に参加したことがあった。1892年6月、宮城県人城中学校が開校し、古川から初めて吉野が推薦された。この時吉野は14歳であった。1895年、中学入学の年が、林紙幣の百回記にあたり、校長、大月文彦が紙幣の電気を講義した。作像は、 その中から面白いと思ったことを書き留め、雑誌、青年文に、林守平の一字という題で投稿した。守平の探求心と行動力、周囲に惑わされない資料深さなどを紹介している。また7月、学内ョラ覧会雑誌第1号の、小風録に、林守平についての文章を書いている。中学校では、回談雑誌発行に熱中するようになり、 二年生の時、常盤文学を始めた。会員増加や対抗誌ができるなど、学内でも、回覧雑誌が流行した。吉野は、回覧雑誌編集を通じて、友人を作った。その中の一人に小学校からの友人、三浦吉兵衛がいた。1897年9月、第二高等学校放課に無試験合格する。なお軽音な学校校長アニーエス・ブゼルの。 聖書研究会に参加。1898年7月3日、内ヶ崎作三郎、東時来村と三人一緒に心霊を受ける。キリストネーム、ピリポ、二校で事件となった。1900年5月14日、20歳の玉野との婚姻届です。7月、二校を卒業。9月、東京帝国大学法科大学に入学。本郷教会で、 新人の編集に参加協力。東京帝国大学では、小野塚金平次の教えを受ける。実家は、吉野を大学に出す経済的余裕がなかった。妻玉野も、仙台で小学校勤務を続けながら、10個で、長女、新を育てることとなった。新は後に建築家土浦貴城と結婚する。1903年。 英語雑誌からエスペラントを知り、ロンドンから教科書を取り寄せて勉強。1904年、東京帝国大学法科大学政治学科卒業し、同大学院進学。同大工科大学講師就任。1906年、中国に渡り、遠征外の長男、遠国庭の家庭教師等を務めた。1909年、帰国し、2月5日。 東大法科大学助教授就任。1910年4月より3年間の欧米留学。1913年7月、3年間の留学を終えて帰国後、東京大学で政治史講座を担当することになった。初めての講義は、現代政治的進化の外観と題し、主に社会主義の過去、現在より各国における回答の情勢を象述した。 1914年1月、中央公論編集主管の滝田著院に頼まれ、同志に学術上より見たる日本問題を寄稿し、国際社会の一員としての日本人のあり方に批判的な目を向けている。4月号には民衆的人運動論図を寄稿、日本の民衆運動にも民衆の自覚という肯定的な面を主張した。1915年、 中央公論7月号の大正正解の振動校論説で古川学人という筆名を使用した。同年、法学博士号を授与される。1916年、同志1月号に代表作となった評論、憲政の本義を説いて、その優秀の美を成すの討論図を発表。大正デモクラシーの代表的な論客となる。1918年、八酵事件が起こると、 吉野は言論の自由を擁護して、老人会の暴行事件を非難、同会との間で立ち会い演説会を開き聴衆の圧倒的支持を得た。これをきっかけに、福田徳造、今井義行らと共に、顔面思想の撲滅を目指す、黎明会を結成。1923年9月1日、関東大震災で研究室と図書館が火災にあった際、 吉野は貴重な資料を取り出そうとして燃える、図書館に二度突入を試みたが、果たせず、炎を見上げながら立ち尽くす吉野の方を通常の涙が光っていたという。1924年11月、東大教授の職を辞任し、東京朝日新聞に、編集顧問検論説委員として入社するが、政治評論が元で同年退社。 1924年2月7日、東京帝大教授を辞め、朝日新聞社に入社し、4月1日から6日、通フと内閣で、筆火。5月29日退社した。東大の講師に戻り、11月明治文化、研究会を組織。おさたけたけし、石井剣道、宮武骸骨、小野秀夫、藤井仁太郎ら、 在野の人物を含む異色のメンバーを集めたことは、吉野の視野の広さと包容力の大きさを表している。同会のメンバーと、明治文化全集30巻の観光に尽力する。吉野及び宮武の収集が、東大の明治新聞雑誌文庫の元になった。1927年、女子経済専門学校理事、教授。晩年は、 無産政党との関係を強め、右派無産政党である社会民主党の結成に関わっている。なお、赤松勝丸は、吉野の娘婿である。1933年1月、六幕縁を発症し、神奈川県三浦郡図ン町市の湘南サナトリウムに入院。3月18日、55歳で死去。吉野は、民本主義を尊重した。 思想家として知られている。民主主義は、デモクラシーの訳語であり、民本主義とは違うと主張した。吉野は、民主主義は、手段の民主性を、民本主義は、結果の民主性を求めるものと定義した。議会における、大岡育造の質問に触発され、軍首脳が閣議を経ずに直接的に天皇に、上奏することを、戦時のみならず、 平時においても存在する二重権力だと解釈して、批判したため、後の統帥権問題にまつわる一因ともなった。つまり、吉野やマスコミの誤った論調は、その批判意図とは別に逆手に取られ、二重政府が憲法からあたかも導かれると誤解させ、かえって、荒木貞夫をはじめ、昭和の軍人によって平時においても統帥権を持ち、軍隊が、 政府さえも導くことができると主張するのに益したとされている。しかし、晩年になると吉野は、無産政党関係者と関わるようになり、その時点においては、民本主義という語をやめ、デモクラシー、民主主義と表現するようになり、政治スタンスは、オールドリベラルから、社会民主主義的なものへと変化している。吉野自身は、 朝鮮独立運動家や中国の民族主義者に対して共感する部分が多く、朝鮮独立運動家の両運教について道徳的に評価できると弁護したり、孫文の起こした侵害革命に対しての共感を覚えている。また、関東大震災朝鮮人虐殺事件について批判論文を発表するなどした。以上が、 吉野の思想的な特質であるとされ、大山育クや長谷川ニョゼカンら、同時代の対象デモクラシーの理論的指導者が、進化論や多元的国家論の影響のもとにその社会観を変容させていった。吉野の影響を受けた、東大の学生らは、新人会という社会運動団体を作るが、マルクス主義の影響が強くなると、吉野の思想は、古いとみなされるようになった。 ありがとうございます。